ここまででればもう大丈夫ですねさっきの魔物に気づかれなくてよかったクレス先生あの魔物を探してるって言ってたな今度ここに巣があることを教えてあげなくちゃ誰だよクレスって俺の剣術の先生です強くて優しくてとても立派な人なんですよへえつまんなそうな奴だな今の説明で どうしてそんな感想になったんですか